全員降りたと思い込んで、自分も降車しました。バスの中に児童が残っていたことに気づかなかった教師。今月5日、旭川市の小学校の宿泊研修で、5年生の児童1人がバスの車内に置き去りにされた問題。先週金曜日、保護者説明会が開かれました。こういうことがもう二度と起こらないようにした方がいいのかなっていう認識には変わりましたけど。なぜ置き去りに気づかなかったのか。学校側の説明で当時の状況が明らかになりました。5年生の児童たちを乗せて深川市の体験学習の施設に到着した観光バス。一番前と後ろの席には引率の教師が座っていて、最初に降りた教師は降りてくる児童の人数を確認していませんでした。前から5列目の席で眠ったままの児童に、もう一人の教師も気づかないままバスを降りました。他の児童が荷物を忘れずに降りるようサポートしていて、車内を確認していなかったといいます。5年生の児童は30分から40分ほど経ってから目を覚まし、隣のバスの運転手に声をかけ、無事外に出ました。同じ日、バスへの子どもの置き去りは静岡でも。園児が下車した後に運転手がバスの車内を確認するということが行われていなかった。幼稚園の送迎バスに取り残された3歳の女の子が死亡する事件がありました。道としてもこの通園バスの状況について緊急点検を実施をし、今月末までに国に報告をする予定であります。札幌市豊平区の幼稚園、今朝子どもたちを乗せたバスが到着すると、運転手がカウンターを使って降りてくる園児を数え、乗ってきた先生と改めて人数確認を行っていました。一番後ろの座席がもちろんここのになりますので、まあ、こういう後ろから順番に、そしてまあ足元とかもですね、忘れ物がないかということで、こうやって覗き込むような形でもチェックはしますし、そうです、これ実際使ってるやつ。毎朝バスの出発前に欠席する園児を確認し、名簿から削除。これで例えば園児をバスに乗せた時点で名簿にチェックを入れています。お子さんは事前に消しとくんですよ。送迎バスでは園児に合わせて座席の高さが低くなっています。このように横たわってしまうと前方からは園児の姿が見えなくなってしまいます。バスの運転席から見えにくい死角、見落としを防ぐため複数回にわたるチェックを重ねています。お子さんを、一人一人の人間としてしっかり尊重して、そこに私たち大人が尊厳を持って関わると、日頃それを当たり前のようにやっていくのが我々幼児教育の現場だと思います。